今度は熊谷アンドリュー縦に一度つけます。左サイド溜めた、ベルディの方は4号でしっかりと自陣ブロックは作っていますが、クロスが入る、ヘディングシュート、ポストプッシュ、ここは決まっています。船山のゴール、先制ジェフユナイテッド千葉。まず溜田選手がいいクロス上げましたしね、クレーベ選手もタイミングよく入ってきましたね。そして船山選手もしっかりと詰めてましたね、はい、逆にちょっとヴェルディの守備は少し気になりますかね、溜田選手に対してどっちが行くのか、若狭選手が行くのか川野選手がつくのかっていうのははっきりしなかったので、いいクロス上がってしまいました。